This time I took this movie in order to congratulate Mr. Kenneth Lee Sheehan getting to be the number one in the world by cutting 23 of them in 60 seconds, which I'm very glad for. I approve that Mr. Kenneth Lee is worth getting one of the best titles of Okada Ryu, Bushi, the elite of samurai. See you soon. Thank you. あ、これご自身でやるんですか？いいですか？じゃあ早速、はい、切ったものポンと飛んでいかないですか？お客さんの声です。果たして硬い青竹を切ることはできるのか。おお。おお。すごい丸く。うわ。見て見て。あ、綺麗。この竹がこんなになっちゃいました。これすそう。今まで3000ちょっと待って、怖いんでちょっと僕も距離、これ動いたら終わりでしょ俺、そう、絶対動いちゃダメですよ、動くとずれる、うわ怖いんだけど、これちょっと怖いですね、タオル1枚ですからね、すっごいお腹の皮って薄いんだよ、へえ、大丈夫、ま、運を天に任せて、運を天に任せて、天には任せないで自分に任せてよ、じゃあよろしくお願いいたします。でもジョーさん完璧ってないって言ってたよ自分で、はい、ちょっと待って、マジ俺心の準備できてないんだけど、ちょっと待って、ほんとこれ、えいしゃる、あらゆる雑念を振り払い、目にも止まらぬ速さで腹の上の大根を切り落とした達人、お見事です。あ、すごい、一瞬感触あった、空中いちご切り、いざ挑戦。さあ、ペタンって、いちご、ジョーさん、ペタンって言いましょう、ジョーさん今いちごペタンって言ったよ、多分あいつが一番えって言うんだろう、そうそう、ジョーさん次はうんって言ったよ今改めて空中いちご切りに挑戦。おお、まさに神業、いちごが落ちる一瞬の隙を逃さずヘタの部分をバッサリ、ヘタだけちゃんとね、ヘタの部分を切りましたよ、ジョーさん、ヘタ何ミリ切ったわけだ、ヘタだから、ヘタまた出たからしっかりとしっかりと切らせていただきますよ。続いてチャレンジするのは黒ひげ危機一発、いつ飛び出すかわからないスリルに耐える強心臓と反射神経を求められる超荒技だ。これどこで飛ぶかっていうのもまだ分かってないんですよ。それはこれはそういうためのもんだ。そうですけど、ジョーさん、じゃあなんとなくニュアンスでいろいろやって出た時にバッていくわけですね。もうやるで、あ、もう行く、わかりました、ジョーさん、はい、あー大丈夫です大丈夫です、いいな、ジョーさんドキドキしながら刺してるのがいいな、いつ来るかね、分かんない、出ても落ちるまで1秒あるかないかぐらいじゃない、そうなんですよ、2つの緊張があるね、これ、でもいつ来るかわかんない、真っ二つに割られた危機一髪黒ひげ君もかわいそうだね続いて4本目の剣を手に取った達人、すると、おおおおおおすげえ、切れてるか、切れてるかどうか見ましょう、は